はい、みぞです。今回はこれ、じゃん、バンダイのプラモデル。ライトパッケージバージョンっていうかな、を組み立てていきます。40周年。まあ前の話だね。ちょっと前に買って置いてあったので組み立てていきます。だんだん。袋の中で組み立てないのかって組み立てないよ。お、シンプル。シンプル。よし、組み立てていこうかな。これなんか書いてあるかい？特に、道具を使わずに組み立てられるよって書いてあるから、まあそのままやってみようか。まあ本当はニッパーとか使ってやってこう。とは思ったんだけど、ニッパーなくても組み立てるんだったら、まあ手だけで組み立てていこうか。これだね。お、ほんとだ。パチン、パチンって。音がいいね。お、綺麗だね。断面とかも。バリが少し残るかな。A1。A2-16 はこれだ。よく見ると書いてあるね。ほいさ、取れた。これだ。慣れちゃえば結構簡単に組み立てられるっぽいね。これだ。簡単だね。パーツ点数少なめ。おいで。A2-15。これだ。これを。入れてやると。ほうほう。あ、かっこいいかっこいい。爪で。カッターがいるね。爪切りで。だって。よし、これで綺麗になったかな。いい子は真似しないんだぞ。そんでこれをガッシャン。お、ガンダムになったね。もっとキュンキュンに。お、ガンダムか。ちゃんとなった。体1のと、これだね。よいしょ、よし、くっつけてやる。7。よいしょ。多分ちゃんと綺麗に作ればね、綺麗にできるよこれ。18と8。こう。こう。はめて、ここ。こうだね。おお。まあまあ、
A10 と A7、 これだね、こことこれ、頭にはめてやって、よし、 OK で、こいつランドセルって言われてるやつだね、を背中にパチン出てやって、ビームサーベルだ、ここにあったね、うん、うい、まあ、どんどん組み上がっていくから、まあそれはそれで面白いね、えへ、頭つけていいな、適当に組み立ててようとしてるけど、案外組むもんだね。簡単簡単、超絶簡単。だね、これもちゃんとしとかないと腕が曲がんなくなるってやつだな。よいしょよいしょ、でここにはめると、はまったね。で、おてって。いいふい。で、こいつをガチャン。ガチャン。かっこいいね、結構。思ったよりプロポーションがかっこいいね。で、肩パッド、男の肩パッド、5番かな、6か、これか、肩パッド、北斗神拳をみんなしてる肩パッド、よく見ると強いやつはみんな肩パッドしてるのかな。じゃあガンダムも強いからね、肩パッド結構見えるよね。で、腰はこの穴あきさんと、穴あきさんと黄色さんと、あとこの赤色さん、股関節の部分だな、こういう風だね。ガチャーン。で、あったあったあった。ここが、ふんになってるけど、おお、はまった。
フロントスカートのやつを持ってきて、黄色いなんか四角いやつ2つ。これなんだろうね、ガンダムのこの黄色いやつ。短パンの少年にしかやっぱ見えなかったんだよね、昔ね。よいしょ。で、こいつの上からガッチャンで、B の11、あのお股のところのやつだな、をこの上からはめると。ほい、次は足だ。足は大概赤だよね。ガンダムって言ったら足が赤いんだ。赤い靴履いてた女の子。あとこいつだ。よいしょ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 。とこいつも切っとかないとな。あれ取れないぞ。ああ、手でちぎれるわ、やっぱり。バンダイさん、やるね。これだ。で、よいしょ。よいしょ。こうか。足 OK で、ふくらはぎ、ふくらはぎ通る、ふくらはぎ、ふくらはぎ通る、ふくらはぎ、ふくらはぎ通る。で、これが膝。ここだね。よいしょ。これ、いいね。間違いが絶対起きないよね。絶対じゃないか。ほぼほぼ起きないよね。ここにこうなんかキャップとかしなくてもいいからさ。んで、こうだね。もう結構簡単に出来上がってくる。もう15と14か。おお、飛んでった。バディック。本当に工具なしでガンガン組み立てていけるから楽しいね。まあ本当精度とかね気にするんだったらあれだろうけど。22これだ。でこいつを。こうだな、この向きだな。こういうふうだな。おいで、おい、この後ろのところに33番をこれだね。上とか下とかあんまないのか。おい、結構可動範囲すげえな。はい、こいつを入れて、こいつを入れて、
合ってるかこれ。え、もうできたじゃん。あ、武器とかはついてないんだ。あ、でもいいね。あ、いいよ。で、ガッシャーン。おー、ガンダムじゃん。イエーイ。ご興味のある方は、バンダイのプラモデル、RX78 にガンダムライトパッケージバージョン買ってみてください。まあ袋じゃなくてもなんか箱のやつもあるみたいなんで、中身一緒みたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。バイバーイ。どこまで曲がるんだろうね。結構いいよ。体も可動域が。こうあるし、おう、おう、脇、あ、楽しい、あ、足の開きはここが限界なんだ、へえ。これをこうして、あ、手が縫うしかないのはあれかな。はい、シェー。